さあ、段ボールの荷物を少しずつ解いていますが、可愛く包装してあるものがたくさんあります。チョキ、ダルマニャン、グーくん、カエル入れ物、なんでしょう、ウサギ、これはクリップですね、これは見覚えのあるやつですね、祈り猫、白猫さん、フクロウさん、アイちゃん、星の王子、カメさん、ジャン&ポンだね、これ J&P、 天使、ゲーナ、猫、黒にゃんこ、猫、カエル、待って、置き物、香りの置き物、何て言うんだ、お香のマリア様、羊、解けるとこのような状態です。ギャンカーワニだよ、ギャンカー、はい、じゃあこれをいろんなところに飾ると思います。そしてここの段ボールも今日1個開けようと思っています。先日開けたやつはここにいます。はい、おっちゃんが見事にデコレーションされています。あ、ぽんちゃん、ぽんちゃん出てきた、この子のお花が出てきてないのまだ、そうか、ぽんちゃんだよ。はい、そして今段ボールがまた一つ発見られるんですが、黒犬の所有物の楽器類ですね、いわゆる打楽器ですね、パーカスをやっていましたので、これがどこに、こんな狭い部屋のどこに入るんでしょうか。見て、まあ可愛くないわけじゃないんですよね。例えば、じゃあなんかちょっと開けると、はい、ちっちゃなマラカス、こんなやつですね。を、飾って楽しむという余裕のある家庭だったらいいと思います。そうできるかな、うちは。はい、こちらはこちら、そしてこちらはこちら、こういううちなんですよ、うち。はい、見事に足の間に2人入りました。Yes. ポンちゃんは口に触られるの嫌ね。ジャン君はまあまあだ。ぐるぐる言ってんの、どっちかな、どっち、
はい、二人挟んじゃいましたよ。歯磨きがどっか遠くにあるみたいな。指だけで。そのまま寝る？じゃあ寝て。